はい、皆さんこんにちは、れいなです。今日は白川郷に来てます。雪景色の中でクソ寒いです。超寒い、マイナス10度近く、なんかマイナス6度ってさっき書いてあった、ね、で、あのパラパラと雪も降ってて、だから今日はまあ本当にめちゃめちゃ綺麗な白川郷が紹介できるかと思います。でも今日の目的は食べ歩きだよね。多分どっちかというとプラプラして美味しいものを食べて、そんな感じの動画を撮りたいと思います。あっち行きましょう。ちなみに白川郷初めてじゃないし、動画も何個か撮ったことあると思うよ。そうだね、夏とか秋とか冬とか。秋は見たことないかも。てか寒っ。ほんと今日寒い、マジ寒い。見て左この木、左木にさ、こう雪がついてる。そう、めちゃめちゃ今日はそうあれだよ、パウダーだよ、パウダー、パウダースノーだね。もう全然あのあれが作れないよ、超軽い雪だね。そうそうそう、軽い雪、ふわ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 だよ。かき氷みたいな。かき氷食べたくなりました。中心に来てるんだけど、多分あっちなんか五平餅食べてる人がこっちから来てるから。本当だ、五平餅食べよう。そっちに行こう。雪が全然止まない、ここにも。あ、あるね、あそこだね、あのあっち、いつもよく食べてる団子屋さん、蕎麦屋さんある。めっちゃいい匂いする、出汁の。食べようか、ご飯。人が待ってるよ。え、本当、一回聞いてみる、どんぐらい待ちか。一組だけ待ってる。一組、うん、じゃあ名前変えとこうか。オッケー。で団子食ってこっち来ようか。嘘、うん、オッケー。とりあえず予約完了。これなんて読むんだろうね、今昔。今昔じゃないと思うけど。なんだろうね、たかは漢字も読めないし、古今東西の古今って今昔じゃないよね。じゃあ分からん、今昔さん。はい、団子、団子食おう、団子。アイス、ソフトクリームも売ってる。ノ、どう、ノ、いらない、いらない。じゃあみたらし団子とおへもち。はい、乾杯。ストップ、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 あいつも音がなきゃいけないよ。あれ、俺がちょっとかじったやつ戻した。戻したよ、こう、ちょんちょん。大変だね、YouTube。 そう、気軽に食べれないってことだね。そうだよ、まずはドイツ語。じゃあってことで、撮影しますか。五平餅とみたらし団子買いました。めっちゃ薄いな、この五平餅。五平餅、ちなみにこの地域の、そうだよ、名産品、名物かな、郷土料理みたいな。そうそう、岐阜、愛知、長野の有名な、あのレシピいろいろある、形もいろいろある。全国の皆さん食べたことない人多いかもね、五平餅。この餅をぺったんこにして。餅じゃないよ、え、五平餅。何、ご飯だよ。あ、これケーキ、ご飯だよ、ご飯。餅じゃん、餅米でしょ。の、え、これご飯なの、ライスなの。ライスだよ、これは。餅、これは餅だよ、これはライスだよ。あ、食感でわかんないの。本当にバカ舌だよ。ご飯、ご平餅という名のご飯で、こっちみたらし団子。おいしい。下げろって。皆さんどうですか。レナ、なんかこの帽子をさ、こう上げようとしてんだけどさ、そう、寒いじゃん、ここが。下げろって。目が出てこないよ。これ、ご平餅ね。うん、これ美味しい、あったかい。もち、俺食べていい、これも。うん、食べていい。の、うん、本当に美味しい、これ。食感はもちとは違う。ご飯だからね。ご飯だからね。で、味噌を焦がした。なんか味噌じゃん、味噌なのかな。ちょっと食べて。甘みがある。お、うん、ここのさ、ちょうど焦げたところがさ、うん、香ばしい香りで、でタレも濃いから、うん、ちょっと生姜入ってるかもね。生姜の香りもする。うまい。うん、そうかもね。ごっちゃん、30秒ぐらいで食べきりました。イエス。でも今からはご飯食べようか。ご飯食べる。な、行こう、あっち行こう。Do not shoot shop staff or other customers。はい。他のスタッフや他のお客様を撮影しないでください。違うよね。Shoot。ドンドンドン、ガンになってくる。他のお客様や店員を撃ち殺さないでくださいね。
まあでも大体わかるけどね。いや、わからない。な、私はあれと思って、過去に何があったのと思って。じゃん、来ました。めっちゃ美味しそう、ね、ここに味噌があって、うん、野菜があって、ここの豆腐、豆腐を多分ここで焼いて、うん、いや、これ豆腐でしょ。え、あ、入った豆腐。ありがとうございます。お、レナの方の団子スープと、なんかこのエリアになんか漬物とかめっちゃ美味しいよ。なんか火傷しちゃう気がする。じゃあまずは団子、白玉の団子と小豆汁、あの気をつけながら。うん、わ、すごい、めっちゃふわふわ。嘘、これしかもいっぱい入ってるよ、団子。うん、これちょっとあの焼けてしまうと良くないから。いや、もう見て、もう焦げちゃった。混ぜて混ぜて混ぜてくださいよ。混ぜてくださいよって言われても。どうしよう、味噌焦げちゃうから豆腐の上にお引っ越ししよう。なんか文句言われた。な、文句言われましたね。難しいからね。それ自分のものだから、ね、自分で加味してください。ね、料理は難しいよね。料理難しいよ。Yes。だいぶ出来上がってきました。もう食べれると思うけど。なんで？ね、まだ生だよ。まだ温かくもないし。そうなの。絶対もうちょっと焼きますか。うん。その間にこれ食べれるの？人のやつばっか食べるなよ。じゃがいもの漬物。うん、じゃがいもっぽいね、見える。お、人のやつばっか食べるなよって。これも食べてみる。どうぞ。熱っ。本当に熱いよ。気をつけた方がいい。この白玉。うん。うん。うまっ。言ったでしょ。ふわふわ。めっちゃうまいやん。うわ。これうまっ。これもう一個頼む。の？人のやつを食べるなよって。食べようとしてないよ。管理してるだけだよ。ありがとう。うん、そうだよ。文句言われるけどね。ありがとうね。Yes, yes. よっしゃ。それ何？あ、俺のご飯ね。ライス。キノコうまそう。これ。うん。うん。最高。これこれ。味噌がついてるやつ。うん。あ。うん。ご飯を酒みたいに食うね。酒飲んだ後の食うみたいな顔してご飯食べて、すごいね。あ、食べましたね。お腹いっぱいになりました。美味しかった。あと、いや、いっぱいじゃないよ、もっと食べ歩けるよ。じゃあ食べ歩きます。食べ歩けるよ。行きますか。イエス。エマさん、見てこれ。落雪注意、屋根から雪が落ちてくるから。これだって白川郷の屋根めっちゃ急じゃん。急だね。だからたまに雪が雪崩みたいに落ちてくるね。うわ、いや、あっち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 。埋もれないように気をつけてください。見て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 。ポン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 。あ、そうそうそう、そんな感じで。あ、そうそう、今雪崩起きてる。そうだよ、あの晴れてきたから。そう、ちょっと雪が溶けて、溶けてきて雪崩が起きやすい。気をつけてくださいね。はい。ここは何がある？飛騨牛ご飯とか味噌田楽がある。あ、味噌田楽食べる？の、今味噌食べたし。飛騨牛つくねもある。の、大丈夫。次、味噌田楽うまそうじゃない？次、ソフトクリームある。ソフトクリーム、この天気の中でソフトクリーム食べる人いないでしょ。いらん、いないと思いますよ。左奥になんか美味しそうなお店がある。五平餅。あ、飛騨牛コロッケとかもある。おお、コロッケいいね。フランクフルトもあるね。ソフトクリームもある。いたか。ソフトクリームいらないよ。じゃあ俺ソフトクリーム食べよう。のー、じゃああげないよ。いらない。皆さん覚えておいてくださいね。今いらないと言ったから一口もあげないよ。いらない。一口もあげませんよって。レナの目が見えなくなっちゃいました。じゃあ俺は濃厚ソフトクリームで、レナは飛騨牛コロッケ。ありがとうございます。飛騨牛コロッケうまそう。サクサクだね、うん、音が。音が、うん、これこの摩擦音がサクサクだ。落ちそうだよ、大丈夫？コロッと落ちそうじゃない？コロッと。ありがとうございます。あ、ソフトクリーム来た。食べるな、勝て。おい、結局食べとるやん。いらない、冷た。
あ、うまっ。めっちゃ美味しいけど、めっちゃ濃厚だね。めっちゃ濃厚だけど、めっちゃうまい。この温度でいらないよ。うまっ。夏食べたら最高かもね。そうだよ。うまそう。サクサクだよ。うわ、めっちゃボリューミーじゃん。うん。じゃがいももちゃんとめっちゃ入ってる。何？一口ちょうだい。完成。交換しよう。トクトクリームと交換。交換はいらないよ。いただきます。うん。あ、うまっ。ホクホク。あ、じゃがいもホクホクだねこれ。うん。あ、冷た。何口食べたの？もう5、6口食べてるよ。はい。大丈夫。交換。あ、冷た。やっぱ美味しいね。うん、美味しいけど冷た。もうちょっと食べたいと思います。これ？いや、違う他の店。すごい食欲だね。うわ、うまそうなもの見つけた。飛騨牛握り、三種盛り、1100円。走ってきた。うまそうだね。食べる？そうだよ。Yes。でもタカがまだ。行きましょうか、もうこう。見て。うまい。めっちゃ食べてる。アイス。あ、並んでる。ひー。やめよこわ。また食べてますよ、俺のソフトクリーム。苦労しながら。寒い。冷たい。おいしい。半分以上もう食べてるよ。あの動画は皆さん、あのリピート戻してください。これを注文する前、レナが何と言ってたか。いらない。はい、3、2、1。ソフトクリームいらないよ。じゃあ俺ソフトクリーム食べよう。ノー。じゃああげないよ。いらない。食べないよと言ってね、うん、半分以上食べてもう俺もう全部これ食べきれようとしてるね。よし、タカがコーンが好きじゃないから。何の理由ですかそれ。ありがとうございます。美味しそう。でも小さい。ちなみにいくらですか。900円です。1貫450円ということで。 Yes。 どれを食べたい。え、食べていいよ、レナ両方。嬉しい、うん、好きだから、はい、好きだから。何も見えませんよ。うん、うん、幸せ。お、レナ来た。和田家。ああ、いつも入ってるけど今日はいらないよ ね。ちょっとお金払うと、yes、数百円だよね、多分ね、入場料300円とか、うん、本当に安いけど。で、指定文化財に入れる。なんで 入りたくないか分かる。え、靴脱がなきゃいけないよ。いつも足がクソ寒いだろ。冬そうだね。床暖房ついてないから。そう、足凍えるように寒いよね。凍えるよ。で、今日はそれやめる。まあでも、もし白川郷来る方いればね。はい、何個かあるからね。でもなんか和田家、だいたい和田家に入る。うん、だいたい俺たち和田家入るけど。見て。え、なにこれ。なにことしてる。ドイツ人流の肉だるまだよ。肉だるまじゃないよ、これ雪だるまだよ。何肉だるまって。肉だるまはレナじゃないの。やばい。雪だるまだ。気持ち悪いし、肉だるまってもうなんかご飯のことしか考えてないけど肉だるまって。ちなみにこの3段日本だと2段だよね。ドイツ流、ドイツ人はこの3段で作るんだって。だからもしかしたらドイツ人が作ったかもね、これ。いや、わかんない。あの、本当にちょっとあの調査しないといけないけど、その2段か3段かという国がどっちがどっちが。日本は絶対的に2段だからね。ね。でも海外では3段もうよ、これ。Yes。外国人が作った肉だるまだね。タカさん。あ、ここは？これが有名なプリンのお店。水プリンだね。見て、この行列。大丈夫。あの、並ばないよ。そこまで並ばないよ。諦めますか。お寿司のためにはちょっとだけ並んだけど、これのためにはそう並ばないよ。プリンはいろんなところある。水プリンを諦めて、うん、展望台行きますか。イエス。そうなんですか。ここでもう U ターンって書いてますかね。あ、そうなんだ。わかりました。はーい。はーい。はい、残念でした。はい、ということで展望台デッキ駐車場クローズしてるってことで。なんか昔は車で上まで行って、うん、そこで見てなんか食べ歩きしてまた車に行ってまた帰ったとか。でも前回は歩いていたでしょ。そうそうそう。
そう、もうその時からもう行けなかったかもしれない。歩いても上がれるし、自分の自家用車でも上がれるし、今日はシャトルバスでも、うん、行けた、ね、走ってたからシャトルバスでも上がれるんだけど、今は車ではもう誰も行けないっぽい。 それ下で書いといてほしかったよね。だってシャトルバスで上がったのそうだよ、冬だけだと思うんだよね。あ、人が多いから、まあ、多分事故する可能性もあるし、滑って山道じゃん。だから多分夏はまたオープンすると思うけど、まあ分かんないんで、もし行く人がいれば事前に調べるか、うん、駐車場のおじちゃんに聞くか。イエス、私たちみたいにならないように。で今からそのまた駐車場に戻って、うん、街を全部また歩いてシャトルバスまで行くのが大変だから、多分往復30分から1時間ぐらいかかるからね。ちょっと、はい、今日は諦めました。もう遅いし4時だし、展望台デッキ諦めました。皆さんもし動画で見たかった人がいれば、僕らの過去の動画で見てみてください。展望台動画行ってるところあるので、それ見てみてください。ごめんなさい。本当に綺麗だよ。そう、冬も夏もそうなんだけど、うん、展望台から見た方がいいんですよ。そう、どうせ行くならね、展望台まで上がった方がいいと思います。で、ちなみにチュロスおすすめ。そう、チュロスはおすすめなので、展望台行く人はぜひ食べてください。イエス。で、私たちは今から車でまた家、名古屋に戻ってます、うん、また冬の景色をさよならをしなきゃいけないね。名古屋はもう暖かいし、ということで、まあ、今から帰ります。この動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。